The new look for swimwear for 1989.ミラノの89年スプリング・サマーコレクションで発表された新作水着のトレンドは今までのシンプルな水着に代わりよりデコレーティブなスタイルが主流です。アプリケやボウを使ったりホルターネックやドレープ入りの官能的なスイムスーツが数多く登場しました。 First to be introduced is Krizia's Mariucci Mandeliクリッツァのマリウッチマンデリは4つのグループからなる過去最大の水着コレクションを発表しましたが、カットアウトを駆使したデザインはどれもセクシー、そしてカラーもとても鮮やかです。 The swimwears are all easy to wear and would look good on anybody. フェンディの新作水着はホワイト一色、直線的なカットと縁につけられたキュートなスカラップが特徴です。ラップ式のカバーアップももちろんホワイトで、スカラップの縁取りが加えられています。 The cover ups can be worn on the beach as well as for the evening. 建築のコンセプトを取り入れた構築的なデザインで知られるジャン・フランコ・フェレの新作水着はディテールを巧みに生かし、エレガントなムードに仕上がっています。Ferre introduces a unique selection of fabrics such as silk tulle and gives them a magical touch. 中国で初のコレクションを行い、その文化にすっかり魅せられたというローラ・ビオジョッティ。彼女の新作水着では中国風のカラフルな魚のアプリケがあしらわれたブラックのスイムスーツが注目されました。 The applicate fish on the special shining plastic fabric was absolutely a charm.エンポリオのコレクションでそれぞれ違ったテーマが与えられた5つのグループの水着を発表したジョルジュ・アルマーニは、体を覆い隠すワンピースから大胆なツーピースまで幅広いラインナップを披露し、大きな話題を呼びました。 For all those looking forward to look great on the beach, that was the lineup of swimwear brought to you by Italian designers for 1989. We do not have the financial news from Wall Street today due to legal holidays. CNN headline いかがでしたか？